テレビ広報トスの時間です。まずは令和3年度版トス市オリジナル婚姻届について、トス市市民環境部市民課の村山亮太さん、そして同じく市民課の三角里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、令和3年度版の鳥栖市オリジナル婚姻届について教えてください。はい、鳥栖市では平成30年7月から結婚という大きな節目を迎えられる方を祝福し、鳥栖市に住み続けていただきたい、鳥栖市に移り住んでいただきたいとの思いを込めて、鳥栖市のイメージをデザインしたオリジナル婚姻届を配布しています。今回は4作目となる令和3年度版デザインの婚姻届を作成しました。はい、毎年ですね、鳥栖市のオリジナル婚姻届、可愛らしいデザインでですね、作成をされているんですけれども、さあ今年の令和3年度版鳥栖市オリジナル婚姻届ですが、どんなデザインなんでしょうか。令和3年度版鳥栖市オリジナル婚姻届には、鳥栖市の名所である駅前不動産スタジアム、鳥栖プレミアムアウトレット、九州新幹線新鳥栖駅、そして旭山公園をあしらった街並みが描かれています。また一枚一枚に希望、誠実、愛情、幸運の意味を持ち、幸運をもたらすと言われている四つ葉のクローバー、さらに鳥栖市のイメージキャラクタートットちゃんがデザインされています。はい、それでは令和3年度版鳥栖市オリジナル婚姻届ですが、どこでもらえますか。はい、市役所の市民課の窓口で配布します。またサンメッセ鳥栖や図書館など市の施設での配布も予定しています。はい、この婚姻届と一緒に、配布されるものについてご紹介をお願いします。はい、婚姻届の書き方やよくあるご質問などを掲載した鳥栖市で始める暮らしという全6ページの広告付きの冊子も一緒にお渡しします。また鳥栖市オリジナル婚姻届は市の取り組みの一つでもある鳥栖市への定住・移住の促進も目的としています。私が鳥栖を選んだ理由のページでは、実際に鳥栖市へ移住した方の声を聞いていただくことで鳥栖市の魅力をより身近に感じていただければと思っております。はい、そしてですね、村山さんと三角さんの後ろにあるポスターなんですけれども、今回市役所がですね、作られたポスターということで、鳥栖市をデザインされた鳥栖市らしいですね、デザインのポスターですよね。ありがとうございます。このポスターは鳥栖市オリジナル婚姻届発行事業のPR のためのもので、婚姻届と同様に新しいものになっています。写真は冊子鳥栖市で始める暮らしの表紙と同じもので、鳥栖の風景の一部を紹介したいと思い作成しました。またキャッチコピーは、結婚生活がスタートされるお二人にこの街鳥栖を暮らしの始まりにしてほしい気持ちを表現しています。では鳥栖市オリジナル婚姻届なんですが、鳥栖市以外の市区町村でも使用できるんでしょうか。はい、使用できます。お住まいの市区町村やお二人の思い出の場所などがある市区町村の戸籍受付窓口に届け出ることができます。また土日祝日でも届け出ることができます。この場合は時間外窓口等での受付となりますので、事前に戸籍受付窓口に確認をお願いします。はい、では令和3年度版の鳥栖市オリジナル婚姻届なんですが、配布のスタートはいつからでしょうか。はい、今月の6月15日火曜日から配布します。はい、それでは最後にですね、村山さん、三角さんの方から一言お願いします。これから結婚される皆さん、鳥栖市オリジナル婚姻届を使用して鳥栖市に住んでください。お待ちしてます。それでは続いて、テレビの D ボタンでの広報がスタートということで、鳥栖市情報制作課の高島哲平さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあテレビの D ボタンですね、こちらで鳥栖市からの情報を確認できるようになったとお伺いしたんですが、はい、はい、鳥栖市では6月1日から、テレビを使った新しい広報を始めています。新型コロナウイルス感染症に関する情報や災害発生時の避難情報など鳥栖市からのお知らせをテレビの D ボタンで確認できます。ただし D ボタンで市からの情報を確認できるのは九州朝日放送 KBC のみとなりますのでご注意ください。もうテレビで手軽にですね鳥栖市からのお知らせを確認できるようになったということなんですが、これは何か申し込みって必要なんですか？申し込みは必要ありません。デジタル放送に対応したテレビがあれば、特別な手続きは必要ありません。テレビの放送電波を使って情報を配信するため無料で利用できます。インターネットの接続も不要です。テレビ購入時に設定された郵便番号に該当する自治体の情報が配信されます。そのため鳥栖市へ転入された方はテレビの設定で住所・郵便番号を鳥栖市のお住まいの行政区に変更してください。なるほど、もう手続きも必要なくて無料ということですね。それでは実際の操作方法なんですけど教えていただけますか？はい、まずテレビの電源を入れ九州朝日放送にチャンネルを合わせます。次にリモコンの D ボタンを押してください。画面が切り替わりますので表示される D ボタン広報紙を選択してください。すると鳥栖市からのお知らせが一覧で表示されますので見たい情報を選んでください。テレビの電源を入れた直後や KBC にチャンネルを合わせた直後はデータの受信が整わず D ボタンが反応しない場合があります。その時は少し時間を置いて試してみてください。また番組によってはD ボタン広報紙がメニューの中に表示されない場合があります。その場合はニュース・天気を選択して決定ボタンを押してください。はい、もう生活に馴染み深いこのテレビからもう直接情報を取れるというのは非常に便利ですよね。はい、市政情報やイベント情報だけではなく新型コロナウイルス感染症に関する情報や災害情報など緊急性の高い情報もリアルタイムで発信できる機能となっています。ぜひ一度リモコンを操作していただいて D ボタン広報紙をお試しください。なるほど、新型コロナウイルス感染症に関する情報だったりまた災害情報などの情報をリアルタイムで確認できるのはすごく安心ですよね。これからやってくる大雨また台風の季節に向けてですね D ボタン広報紙以外にも情報をリアルタイムで確認できる方法について教えてもらえますか？はい、市のホームページや市の SNS、Twitter、Facebook、LINE などがあります。市のホームページは今年の2月にリニューアルを行い大規模災害発生時には災害時専用のトップページが表示される機能が追加されました。このページでは災害に関する情報が優先的に表示され避難情報やライフライン情報、気象情報など災害時に役立つリンク先を多数掲載しています。また新型コロナウイルス感染症に関する情報も随時更新していますのでご確認ください。市の SNS では市政情報やイベント情報、サガントスや久光スプリングスの情報はもちろん災害時などには緊急情報をリアルタイムで発信しています。大雨や台風の季節が本格的になる前にぜひフォローや友達登録をお願いします。もう本当に鳥栖市に住む皆さんにとって必要な情報がこのホームページなどでですね確認できるということなんですが、まあ、そのホームページに加えて今回 D ボタン広報紙が情報発信手段として追加されたということですね。はい、ホームページや SNS を見ることが難しい高齢者の皆さんにも D ボタン広報紙は気軽に使っていただけるかと思います。
情報を入手する手段の一つとしてぜひご利用ください。はい、皆さんもぜひですね、テレビのリモコンの D ボタンを押して、鳥栖市の情報をチェックしてください。それでは、引き続きなんですけれども、続いてのテーマが、夏季イベントの中止、また施設の閉鎖について、高島さんにお話をいただきます。さあ、今年の夏もですね、新型コロナウイルス感染症の影響で、例年夏季に開催されていたイベントが中止、開設していた施設が閉鎖になってるんですよね。はい、中止となるイベントは祭り鳥栖です。鳥栖山笠は本町の八坂神社で山車の展示のみを行います。閉鎖となる施設は市民プール、河内河川プール、沼川河川プール、東屋遊泳場です。詳しくは各問い合わせまで問い合わせてください。もう非常にですね、楽しみにされた方も多いと思うんですけれども、やっぱりこう新型コロナウイルス感染症の影響のためしょうがないですよね。はい、そうですね、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご理解をいただければと思います。ありました。こちらの、イベントの中止、施設の閉鎖の情報についてもですね、ホームページの方で確認していただければと思います。さあ、ということで、鳥栖市の情報、テレビの D ボタンで広報がスタートした話題と夏季イベントの中止、施設の閉鎖について、鳥栖市情報制作課の高島哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。島次郎コンサート、すすめ宝の島の大冒険が8月7日土曜日に開催されます。市民文化会館は子どもたちに人気の島次郎コンサート、すすめ宝の島の大冒険を開催します。このコンサートは参加型ステージで、島次郎たちと一緒に歌って踊って楽しめるプログラムです。会館特別価格で会館先行発売もあります。毎回チケットが完売する公演ですので、お早めにお買い求めください。開演日は8月7日土曜日、時間は11時、14時、17時開演の3回です。会場は市民文化会館大ホール。チケットの料金は全席指定、会館特別価格3480円です。お問い合わせは鳥栖市文化芸術振興課 0942-85-3645 までお願いします。第60回鳥栖市民文化祭鳥栖フェスの出演者出展作品募集中です。舞台部門は10月30日土曜日、31日日曜日、鳥栖市民文化会館大ホール小ホールで開催されます。募集演目は舞踊、謡曲、吟詠、民謡、邦楽、バレエ、ダンス、にわか、音楽などです。展示部門は11月20日土曜日、21日日曜日、23日火曜日、24日水曜日、フレスポ鳥栖1階ウェルカムコートで開催されます。展示内容は書、絵画、写真、手芸、華道、盆栽、フラワーアレンジメントなどです。お問い合わせは鳥栖市民文化祭実行委員会 0942-85-3645 番までお願いします。